お世話になっております、マサルです。今回はメールの構成要素について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずメールの構成要素についてお話しします。その後にポップと IMAP の違いについてもお話しします。それでは始めていきましょう。まずはメールの構成要素についてお話しします。メールの送受信は様々なプログラムが機能しています。まずはメール送信時にどのようなプログラムが利用されているのか見ていきましょう。まずユーザーは MUA、 いわゆるメールソフトを使ってメールを作成します。 MUA は Outlook とかが該当しますよね。作成したメールは MUA からメールサーバー内の MSA に送られて認証されます。MSA は MUA から送られてくるメールを受け取るプログラムです。 MSA で認証 OK の場合、メールは MTA に中継されて MTA から別のメールサーバーに送り出されます。 MTA はメールを配送するためのプログラムです。ちなみに昔は認証なしで MUA から直接 MTA を使ってメールを送信することもできましたが、現在は MSA を使って認証する方法が主流になっています。では次にメール受信の流れを見ていきましょう。メールサーバーの MTA がメールを受信します。 MTA はメールを配送するプログラムです。配送先が自分宛の場合は MDA に配送します。 MDA は MTA からメールを受け取ってメールボックスにメールを格納します。そして MRA は MUA からの受信要求に応じてメールボックスからメールを取り出し MUA にメールを届ける役割です。メールは様々なプログラムが登場してややこしく感じますが、送信と受信に分けて考えてみると分かりやすいと思います。次に POP と IMAP についてお話しします。メール受信時は MUA が MRA を使ってメールボックスからメールを取り出してきます。その際に POP もしくは IMAP が利用されます。POP はメールボックスからメールをダウンロードしてくるプロトコルです。標準的な仕様ではダウンロードしたメールがメールボックスからなくなるので、メールボックスのストレージの容量を節約することができます。しかしダウンロードしたメールはメールボックスに存在しなくなるため、別の端末からメールを確認しようとするとメールがなくなったように見えます。一方 IMAP はメールボックスからメールをダウンロードせずにメールサーバー側でメールを管理するためのプロトコルです。標準的な仕様ではメールはメールサーバー内に存在するため、どの端末からメールサーバーに接続してもメールを確認することができます。しかしメールサーバー側で処理を行うため、サーバー側の負荷がかかる上にメールを保存するための十分なストレージを用意する必要があります。 POP と IMAP の違いをしっかり覚えておきましょう。それでは今回はメールの構成要素について一緒に勉強しました。ここで少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での販売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はメールの仕組みを勉強しました。それぞれ名前を覚えているか復習してみましょう。まずは送信からです。ユーザーがメールを作成する、いわゆるメールソフトのプログラムは何だったでしょうか。こちらは MUA。 では次、 MUA を使ったメールはメールサーバーのどのプログラムで認証されるでしょうか。こちらは MSA。 MSA で認証を得て別のメールサーバーへメールを配送するプログラムは何でしょうか。こちらが MTA。 次は受信です。 MTA で受信したらどのプログラムがメールボックスにメールを格納しますか。こちらは MDA。メールボックスに格納したメールを取りに行くプログラムは何でしょうか。こちらが MRA です。なかなか一度では覚えられないと思いますので、何度か動画を見直して覚えてみてください。それでは最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。